テンレックは、哺乳孔アフリカトガリネズミ目テンレック科、テンレック属、もしくはその一種。本種のみで、テンレック属を形成する。テンレック属は、テンレック科の模式属。マダガスカル固有種。コモロ、セーシェル、レイユニオン、モーリシャスに輸入。体長25-39センチメートル。お腹0.51センチメートル。体重0.51.5キログラム。 アフリカトガリネズミ目最大種。全身は、褐色の体毛で覆われる。尾は、非常に短く、種小名エカウダトゥスは、尾のないのい。口は大きい。歯列は、門誌上学4本、下学6本、剣誌上下2本ずつ、小級誌上下3本ずつ、大級誌上下3本ずつ。オスの剣誌は1.5センチメートルと長く、上学剣誌全部に、 くぼみがあり、下顎の剣士を収めることができる。乳首の数は29で、哺乳孔では最も多い。幼獣は、棘状の体毛が生え、黒と白の縦縞が生える。縦縞は保護色になると考えられている。森林やサバンナに生息する。夜行性。5から12月の寒気は地中に潜り休眠する。外敵に襲われると口を大きく開け噛みつく。 幼獣は背中の針状の体毛を相手に刺したり、体毛を擦り合わせて音を出し親に危険を知らせる。また、外敵の物音を聞くと動きを止め周囲に溶け込み、外敵から目立たなくする。食性は雑食で、昆虫類や陸生の貝類、ミミズ、カエル、小型爬虫類、小型哺乳類、果実等を食べる。繁殖形態は体制で1回に、 平均20頭、最高32頭の幼獣を生む。生息地では食用とされることもある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。ありがとうございます。